ローリーはアメリカ海軍の軽巡洋艦。オマハ級軽巡洋艦の一隻。艦名はノースカロライナ州ローリーにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。ローリーは1920年8月16日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港する。1922年10月25日にジェニー・プロクターによって命名。 浸水し、1924年2月6日に、ボストン海軍交渉で、艦長ウィリアム・シー・ワッツ大佐の指揮下収益した。ローリーは、偽装を完了するため、1924年2月26日に、ブルックリン海軍交渉へ向かい、4月16日に、同交渉を出港し、バージニア岬での成長に向かった。1924年6月24日に、 クイーンシーで最終調整を完了し、マサチューセッツ州プロビンスタウンに移動した。1924年7月30日にプロビンスタウンを出港、偵察艦隊系巡洋艦隊に加わり陸軍の世界飛行の支援任務に当たる。ノルウェー、デンマーク、スコットランドを訪問後。 ローリーは1924年7月31日にアイスランドのクバールフィオルズル沖の偵察ステーションに到着した。8月19日にグリーンランド東岸に向かい任務を完了すると帰国の途に着く。1924年9月3日にボストン海軍交渉に到着し修理が行われた。ローリーは1924年10月16日に ボストンを出港、バージニア・岬での訓練後、パナマ沖、カリフォルニア、ハワイ諸島での作戦活動及び艦隊演習に従事した。1925年6月10日にホノルルを出港し、偵察艦隊と共にサンディエゴに到着、続いて7月13日にボストン海軍交渉に帰還した。ローリーは、ボストンを拠点として続く二年間作戦活動に、 従事し、当機関の大半は、偵察艦隊と共にキューバ及び、パナマで活動した。1927年2月1日に、ボストン湾を出港し、ローリーは、海兵隊の2分隊を乗せて、サウスカロライナ州チャールストンに向かった。グアンタナモ湾での演習に参加した後、パナマ運河を通過し、ニカラグアのコリントに2月5日に到着、海兵隊を上陸させた。 海兵隊は、同地の盗賊の討伐任務に当たった。ローリーは3月27日まで支援を行い、ボストンに帰還後大西洋での作戦活動を再開した。1928年の春には、カリフォルニアの沿岸及びハワイ水域で活動し、1928年6月26日に、ボストンへ帰還、ヨーロッパでの任務の準備に入る。 1928年8月17日にバージニア州ハンプトンローズを出港し9月15日にデトロイトとその任務を交代ヨーロッパ方面司令官ジョン・ h デートン少将の帰還となるボストンに帰港後ローリーはヨーロッパ各地の港に外交訪問を行い1929年9月4日にハンプトンローズに帰還したローリーは その翌日司令官の旗を下ろして、機関任務を解かれ、偵察艦隊の第32王戦隊に復帰した。以後数年間、ボストンを拠点に戦闘訓練や航海訓練を行った後、1933年8月15日に母校がサンディエゴに変更された。ローリーはカリブ海で行動した後サンディエゴに向かい、サンディエゴに移動後はカリフォルニア、ハワイを呼び、 アラスカ方面で行動した。1936年4月27日、ローリーは、オーバーホールのため艦隊と共に、サンディエゴを出港し、パナマ運河を通過して、チャールストンに寄港した後、ノーフォーク海軍造船所に入居した。ローリーは、ノーフォークで入居中に、スペイン内戦が勃発。スペイン領内のアメリカ国民を守り避難させるため、特別に、 第40戦隊が編成された。司令官アーサー・ピー・フェア・フィールド少将は1936年9月17日にローリーに勝機を掲げ、翌日にはジブラルタルに向けて出航した。ローリーは駆逐艦圏、ハット・フィールド及び特務艦、カユーガと共に9月27日にジブラルタルに到着し、内戦を逃れてきた数百人のアメリカ国民を収容した。 その後のローリーは、オマハに任務を譲る1938年4月28日まで、ビルフランシェにあり、2日後に、ハンプトンローズに向けて出港。到着後、5月13日に、ノーフォーク海軍造船所で、オーバーホールに入った。オーバーホール後のローリーは、戦闘艦隊の第一駆逐戦隊に配属され、8月16日に、ノーフォークを出港して、 グアンダナモ湾で訓練を行った後、9月5日にサンディエゴに到着した。1939年前半、ローリーはカリブ海での大演習第20次フリートプロブレムに参加し、演習終了後、5月にサンディエゴに戻って沿岸部の紹介を再開した後、10月5日には真珠湾に移動、以後、ローリーは第一駆逐戦隊の機関として、 ハワイとカリフォルニア沿岸部との間で艦隊演習に従事した。真珠湾攻撃で損傷死刑者したローリー1941年12月7日の真珠湾攻撃の時、ローリーは真珠湾の中でも北寄りの F-12 秒地に係流中だった。最初の攻撃でローリーに2本の魚雷が向かってきた。一本は前方をかすめ去ったが、もう一本が ローリーの中央部左舷側に命中し、ローリーは左舷側に傾斜した。転覆を避けるべく重量物を投棄し、傾斜を回復させる一方で、ローリーのいては5機の日本機を撃墜。この勇敢な相手のおかげか、ローリーは過労じて転覆を免れた。翌日、駆逐艦母艦ホイットニーがローリーに横付けし、12月22日には、 仮修理のため海軍交渉に栄光された。その後、本格的修理のため1942年2月21日に真珠湾を出港し、5隻の輸送船団を護衛して3月1日にサンフランシスコに到着。メアアイランド海軍造船所での修理を終えたローリーは7月23日にサンフランシスコ湾を出港し、第15任務部隊に加わって、 ハワイとサモア及びフィジー艦の護衛任務に就いた。11月3日、ローリーはギルバート諸島方面にある4隻の日本の艦指定を破壊すべくパゴパゴを出撃し、ギルバート及びエリス諸島方面を行動したが、そこに敵の姿はなかった。ローリーは11月13日から17日まで真珠湾に寄港した後単独でアラスカ方面に向かい、 11月24日に、ダッチハーバーに到着した。ローリーは、ラット諸島及び、ニア諸島への部隊輸送及びダッチハーバーと、クラックワン,ンでの護衛任務を行いつつ、敵を探し求めた。1943年1月10日、ローリーは、第8.6任務軍の一艦として、アムチトカ島占領作戦に参加し、2日後の1月12日には、 第8.6任務軍は、アムチトカから、キスカ島沖での紹介に出動した。ローリーは2月12日に、任務軍を離れ、ダッチーハーバーとクラックワン間での護衛任務を行った後、3月23日にピュージェット、サウンド海軍造船所に入居した。修理後、ローリーは4月23日にアダック島に向かい、 第16.6任務軍に合流して、キスカ南方での紹介を行った。ローリーは8月2日と12日に、キスカ島への艦砲射撃を行い、その後オーバーホールに入るためサンフランシスコに向かった。9月15日、ローリーはサンフランシスコ湾を出港し、アリューシャン方面に戻った。ローリーは、アッツ島のマサクル湾で、第9 4六任務軍に加わり、 同案を拠点にアッツ島、キスカ島から西方を行動した。1944年2月1日、ローリーは、第94.6任務軍と共に、マサックル1を出撃し、2月4日の夜が明けきらない頃に、バラムシル島に接近して、艦砲射撃を行い、飛行場と格納庫を破壊した。ローリーはまた、 海岸近くにあった小型商船に砲弾を命中させた。2月5日に、アッツ島に、寄港の後、ローリーは3ヶ月のオーバーホールに入るためピュージェット、サウンド海軍造船所に向かい、3月1日に到着した。オーバーホール後、ローリーは6月6日に、マッサックルワンで、第94任務部隊に再合流する。しかし、松は島砲撃に向かう途中、 第2種エンジンが不調となり引き返した。ピュルジェットサウンド海軍造船所に舞い戻って、修理の後6月22日に、シアトルを出港し、カリフォルニア州サンペドロに到着、続いて、パナマ運河を経由し、ハンプトンローズ、ノーフォークへと移動した。7月1日に、メリーランド州アナポリスに到着し、ローリーは2度の士官候補生訓練巡行、カリブ海及び、 東海岸沿いに行う。1945年9月29日にフィラデルフィア海軍造船所へ向かい、同地で11月2日に退役する。ローリーは11月28日に除籍され、船体は1946年2月27日にスクラップとして売却された。ローリーは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。